もんだま、もんだま、もんだま、久々にお一人様で弾くか。お、いつもの席空いてるじゃ。当たらぬも八卦。おまけも外れ、知ってるよこれ、はい、これ Google Play Store なんだけどさ、はいはい、この左上の白し世界観、はい、このプレイポイントの匂う組み合わせ、ないプレイポイントこのプレイポイントってことすると、はい、Google Play Points っていう、はい、Google ものなんだけど、はい、ポイントを貯めるシステムポイント、はいはいはい、でこの使うところを押すと分かるんだけど、普段さ、はい、よしきゲームいろいろやってるでしょ、どうして、俺もやってるゲーム内通貨あるじゃん、はい、あれを使うと使えば使うほどバレないようポイントが還元されるっていう、はいはいはい、まあいろいろゲームありましたね。そういろいろめっちゃこのタイトルがすごいあるんだけど、まあよしきで言うと分かりやすく言うとこのモンスターストライク、はい、だポイントを今1800ミリゆえに溜まってるのが出てると思うんだけど、はい、これもオーブを使ってオーブのポイントが溜まってるって今オーブって言ったよな。例えば250ポイントだったらオーブ5個と交換できて、はい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 、2000ポイント貯めたらオーブ100個と交換できるっていう、はいはいはい、これもう本当にモンスターストライクから還元されてこのポイントってなってるからだからどんどんゲームを遊ぶときにこの Google プレイポイントっていうのを使ってるとこの還元されるポイントも貯まっていくってシステムになってる、還元ポイント貯まる、今ゴールドってなってるじゃん、お得な三種の神器揃っちゃった。ブロンズが100円ごとに100円使うごとにプレイポイント、はい、はいはいはい、で俺今ゴールドだから100円ごとに 1.5 プレイポイントになる。だからステージが上がってことにステータスが上がってことにその還元率も大きくなるっていうだからゲームに使わないとしてもクレジット、そう Google プレイクレジットって言って、はい、例えば電子書籍だったり、はい、あの音楽、はいはいはい、購入だったりあと映画の購入とかレンタルに使えるクレジット、いろいろできるのウェブの、そうで1ポイント1円計算だから、はいはいはい、100ポイント貯めたら100円、出た1ポイント貯めたら1ポイント1円、だから1800円分の音楽とかのクレジットできるってこと。あやば、そうこれだからしかも、はい、特別なんかするわけでもないから、はいはいはい、これ登録してゲーム遊んでれば勝手にポイント貯まっていくっていうことだから、はい、これはね知らなきゃダメなやつですね。知らなかった。これめっちゃお得っすね。これお得だよ、普通にお得なんで、で俺も今1800ポイント貯まってんじゃん、はい、だからこれはねやるべき。やば。だから知らないと損だ。確かうちに使えるアンドロイド端末あったよな。あったはず。そういえばシロシも言ってたよな。ガルバはいいぞ。音ゲーとしての完成度がめちゃくちゃ高い。で知ってる曲もやっぱりアニメの曲だったり
あと有名なアーティストさんが歌ってる曲だったりもいいんだけど、オリジナルの曲、ガルパオリジナルの曲がもうめちゃくちゃいい曲ばっかで、普通の音ゲーってやっぱその知ってる曲とか入ってたとしても他のアーティストさんが歌ってる曲を持ってきたりとかしてやってるゲームが多いんだけど、ガルパはそれに加えて本当オリジナルの曲がめちゃくちゃいいんで、ぜひね、もう音ゲーしなくてもいい、曲ダウンロードして曲聴くだけでもいいんで、ぜひやってみてほしいですね。そういえば Google Play Store にはモンスト以外にも僕たちナウシロがおすすめするゲームがたくさんあったよな。詳しくは概要欄ってことか。こういうの聞いたらすぐやっちゃうたち。お、できてるできてる、にやけてるだけにやけてるだけ。届いてるじゃないか。これを繰り返すと、モン玉の借りは日ガチャでリベンジ。ナウピロット X 降臨しちゃう。お三方が揃いも揃っておいでなすった。はーん、来た来た、来ましたよ。親方様、親方様、50個までのシングル。最近は歴王なんてな。ガラハット。ガラハット。最後の10連ってなんか最後の聖戦みたいな。一応確認。
エリザベス近畿18でスタメン、ストローカミ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 ストロー、ストローカミカミカムカムストロー、ピロピロピロゲームウィズフーピロピロピロゲームウィズフー。